はい、皆様おはようございます、こんにちは。イースタン北海道ラブ東北海道の魅力を全部見せますの本日は第6弾となっております。観光拠点のね、北見タウン、今回は皆様方にお届けいたします。大津海に面したね、ここ所地区をスタートしまして、北見中心部、そして東のルベシベ地区というのを紹介します。この動画では東北海道の魅力を全部見せるつもりでガシガシ紹介します。それではね、北見タウン編のスタートです。はい、まず一番初めに来ているのは、ここ輪っか原生花園というところに私たち来ております。でここからご案内いただくのはですね、北見市地域おこし協力隊の中島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では中島さん、輪っか原生花園どんなところなんですか？はい、年間約300種類の花が、咲くと言われてまして、5月のゴールデンウィークから10月の中ほどまで、こちらオープンしておりまして、はい、年に4回ほど、衣替えをするというふうに言われております。その時その時で綺麗な場所になっていると。その通りです。いうようなことですね。はい、はいはい、じゃあね、早速ね、ネイチャーセンターの方に入ってみましょう。はい、じゃあどうぞ。はい、はい、このようにアルコール消毒となってます。はい、こちらね、輪っかネイチャーセンター利用者確認カードと。はい、それではですね、ネイチャーセンターちょっと出て、こちらの方に来てみたんですけども、中島さん、はい、こちらの道は遊歩道でゆっくり歩くこともでき、レンタサイクルを借りて、自転車で、あちらまで行けることもできます。ここ見たらなんか湖とこっちのね、原生花園がすげえマッチしてる。いや、中島さん、はい、この輪っか原生花園、なかなかね、いっぱい花もあるというようなところで、貴重なものもいっぱいあるんじゃないですか？はい、遠征湿地だとか、海岸草原っていうさまざまな環境が、ございますので、はい、その中で、種類の非常に種類が多く咲いています。どういったコロナ対策しているのかというのを見ていきたいと思います。消毒ですね。で、利用確認カード、はい、こちらはですね、先ほどの輪っか原生花園から車で10キロほど走ったところにあります。もう後ろ見て分かる通りカーリングホールになっております。中島さんと実際にカーリングの方ね、はい、やっていきたいと思いますんで、はい、頑張ってやってきます。カーリングやるぞこれから。すり足で歩く感じで、はい、足を上げて歩かないように、はい、滑って歩くような感じで行きたいと思います。はい、乗った時になるべくかかとが上がらないように。全然曲がらなかったです。入った、あれ超えたから OK だ、入った、おっさか、中島さんやりますね。はい、ということでこちらで、中島さんとは別れとなっております。中島さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということで今ところから約50キロぐらい車で走ってきたところの北見市街地のところにおります。でこちらからはね、北見の東江さんの方に一緒にご案内してもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。東江さん、私たちがいる場所は、はい、こちらは北見発火記念館です。北見の発火の発火のことをね、早速ね、中の方に入って見ていきましょう。消毒ですね。はい、はい、東江さん、はい、まずこのお部屋は、はい、こちらはですね、昔の北見発火工場の研究室を改造して、発火がどういう風にできるかの過程を見せる施設になってます。すごい工程あるんだね。そうですね、やっぱり油なので、その農作物も乾燥させてからじゃないと油が出ないので、ね、はい、手間かかってます。まさに昔の研究室といったような形で、研究室だ、はい、昔のいろんな機械を展示しています。でこれが結晶管って言って、この中に発火の結晶が入っています。はい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 、はい、続きましてね、発火蒸留管の方にやっていきました。ちょっと中の方入ってみましょう。はい、それではね、中の方に入ってきました。東江さん、はい、中には、こちらは、うん、ドーンと積まれた、これが発火です。発火の、はい、乾燥した、そうです、乾燥した後です。でもなんかすごいね、本当にね、いい香りします。いい香りがして、入った瞬間にいい香りが、そう、もともとこの蒸留館がこの農家さんの1年をこう見てもらうような展示になっているので、
住岡さんが使っていたような蒸留機などの展示をしています。はいはいはい、上が油で下が、まあ、こっちで加賀記念館さんではミントウォーターとして売ってるんですよ ね次は体験もできるというようなところで今日は体験していきたいというふうに思っております。担当の浅井さんです。よろしくお願いします。オリジナルのクリームのハンドクリームの方を作成していきたいと思います。浅井さん、早速体験ですけども、はいはい、これはそうですね、この紙コップの中に、入ってないように見えますか。はいはいはい、何かちょっと光る溶剤が入ってるんですよ。光る溶剤、これが変化します。入ってます。そうです。まずこの小さい容器です。これはホホバオイルという、保湿力の優れたイタリアオイルというのが入ってます。ホホバオイルですね。こちらが精製水、水ですね。これを酸化して入れていって、入れて、はい、あとはそうです、ね、混ぜて作るそのような工程になります。なるほど、はい、こちらは、はい、そうですね、クリームを作った最後に、オイルを入れるんですが、で6滴を、うちで取れたここのオイルです。うちのオリジナル取り下ろし油を、はい、6滴は入れていただきます。あ、はい、で残りの6滴 の、 ご自分で好きな香りをこのテスターから選んでいただいて、最大2種類ぐらいです。ご自分の好きな香りを選んでいただくっていう作業があります。はい、選びました。香りの方まず東江さんから。はい、私はメイちゃん、ちょっとオレンジ系の柑橘系のいい匂いです。はい、で私はベルモット、ベルガモ、間違えた、ベルガモット名前がかっこいいんでこれにしました。じゃあね、これで早速作っていきたいと思います。ホホバオイル全部入れます全部すごい固まってきてる。乳化してみてるね。そうなんです。はい、カリとか。もういい。じゃあ完成となりましたんで、はいはい、簡単にね、手軽にできる体験ということでね、ぜひこちらの方でお越しいただけたらなというふうに思っております。浅井さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、続きましてこちらはですね、北見の名店の方に来ております。こちらは、はい、こちらはテレビや雑誌でも大人気のチーズケーキ赤いサイロを扱っている清月さんに来ています。そうですね、清月さん、あの赤いサイロといえばね、はい、って言ったって、こちらロコソラーレのカーリングチーム、ロコソラーレですね、ピョンチャンオリンピックの試合中に食べたことでも有名になりました。はい、じゃあね、これから早速その赤いサイロを食べてみます。今日は大丈夫ですよ、売り切れてないといいんですけど、ね、ありますかねちょっとね、店員さんの方に聞いてみたいと思います。早速、北海道チーズケーキ、すごい、しっとりした歯ごたえの、まあ、ケーキ、チーズケーキになってますね。北海道産の素材を使ってるので。あ、そうなんだ。そうです、そうです。オホーツク産の小麦だったりとか、オール北海道。はい、はい、それではですね、次にこちらに来てるのはやっぱり北見といえば焼肉ということで、今日お店の方は味覚園の総本店さんの方に今日は来ております。今日はね、店長の那須さんここにね、北見焼肉とは何ぞやということをお話しおきたいと思います。皆さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。北見焼肉の特徴といえば、はい、北見の焼肉の特徴といえば、やっぱりこの新鮮なホルモン、熟成されたサガリ、そして、北海道といえばラム、そして、新鮮な内臓であるガツであったり、豚のまたホルモンですね。こういった部分が一番売れてる。なるほど。はい、北見といえばこちらの玉ねぎでございますね。はい、北海道の生産素晴らしい1位ですね。はい、日本でも有数の玉ねぎ畑であるこの北見ですね。そうですよね。こちらは本当に美味しいと思います。北見の焼肉は基本的に、こういったタレのついていないものを
タレをつけて食べるという形になってます。その由来としては、基本的にあの昔はこういったものを刺身感覚で食べるということがありまして、そういった部分でその文化がずっと北見には根付いていて、まるで醤油につけて食べる刺身のような感覚で。ってことはもう昔からやっぱり焼肉は盛んだったというのは盛んだったというんですね。はい、タレにつけて召し上がってください。柔らか。あ、これが脂身を落とさないで、はい、食べるというやつなんですね。おお、あさ、はい、とてもクレイジーなお祭りがあるっていうお話を聞いてるはいるんですけど、2月上旬に、はい、やってるんですけれども、もう氷点下マイナス10度を軽く超えてくるような。それ野外でるんでしょ。野外ですってことはタレも凍ります。飲み物は凍っちゃいます。メインの肉は凍りそうです。北見はやっぱり焼肉の心が強いんじゃないかと。はぁ、那須さん本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでですね、北見市街地から約30キロ走ってきまして、今日宿泊するホテルですけども、こちら大江本家さんの方に今日宿泊となりますんで、大江さんよろしくお願いいたします。お願いします。それでは大江さん、はい、早速中の方へ。はい、どうぞ、はい、お願いください。失礼いたします。こちらでまず体温チェックをさせていただきます。なるほど、ここで体温チェックですね、はい、消毒と、はい、飛沫の感染対策の方もされているというようなことになっています。はい、皆様おはようございます。本日はね、ちょっとね、あいにくの雨となってしまいましたけども、今日も本命ルブシュベチクをね、皆様方にガンガン紹介していきたいと思いますんで、今日はね、一緒に同行される渡辺さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今こちらの方の観光案内所の方に来ていると。観光案内所の安井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。安井さん、もちろん、はい、ここの一帯の情報は任せてくださいというところですね。はい。で、この一帯というのは、はい、どんなものがあるのかな。まず北の大地の水族館、はいはいはい、からくり時計、はい、あと奥の方にあの北キツネ牧場とかもございます。はい、はい、なるほど。はい、それではですね、カムリンの館のコロナ対策の方を見ていきたいというふうに思います。早速消毒してから、受付のところにはビニールシートを対策しているのと、はい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 、設置して飛沫防止対策を。じゃあ渡辺さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではですね、今私が来ているところは、北の大地の水族館というようなところで、かなりの人気スポットになっております。本日はですね、こちらの方、山内さんの方にご案内してもらいます。山内さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。山内さん、簡単に館内の説明お願いします。はい、北の大地の水族館はその名の通り、北海道の、淡水にいる、北の大地にいる淡水魚をここでしか見られない方法で展示をしている水族館になっています。中の方のコロナ対策と館内の方回ってみたいと思います。はい、まずはじめにですね、受付の方でこのようにですね、利用確認カードというのを渡されます。で、こちらの方で名前、連絡先というのを書いてですね、もし万が一コロナが発生した時に、追跡調査ができるような体制というところでよろしいですね。はい、大丈夫。水槽の方に山さん来たわけですけど、はい、こちらの方は、はい、こちら日本初の展示方法の滝壺水槽という水槽です。日本初。そうなんです。なるほど、この泡が滝壺を演出しているというようなところなんですね、はい、そうなんです。日本では北海道でしか見ることができない、はい、オショロコマというイワナの仲間になってます。なるほど、オショロコマですね。はい、はい、山内さん、次の水槽ですけども、はい、こちらはこれ本物の川ですか。これはですね、川を再現した水槽です。なるほど、再現してこういうふうにして、はい、横から見てもらうというようなところなんですね。はい、
今はちょうどこの中には、はい、ちょうどですねカラフトマスが入っています。大きいですね。そうですね、北海道の四季の川の様子を再現した水槽になっているので、うん、真冬になるとこの水槽は外なので、外気温の変化によって水槽の表面が凍って、ここ凍る、はい、そうなんです、凍った川の下で魚生きてるよっていうのを見ることができる水槽です。そうなんですか。はい、北海道のいろんな生き物だったりとか、北海道の季節の情報だったりとかっていうのが、分かる水族館になってますので、ぜひ皆さん遊びに来ていただければと思います。山下さん本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。北見編というようなところでね、北見市街地、ところルベシベというようなところでね、いろいろな、まあ、あの魅力をしっかりとね皆様方にお伝えできたのではないのかなというふうに思っております。まだね、今回は北見編というようなところで帯広釧路とかね、いろんな、タウン編をね皆様方に今後配信予定となっておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、もしねあのよろしければねチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた。